なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。はいどうも、金塚くんです。さあ今回もやってまいりました、戦国チャーハンテレビの YouTube チャンネル。はい、そんなわけで今回お送りするコーナーは戦国マッチングアプリブシーズ。てかさ、何見てんの？あ、マッチングアプリ。え、結構マッチングアプリやってんの？うん。え、なんてアプリ？ブシーズって知ってる？知らない。なんか武士と出会えるアプリなんだけど。あー、そういえば京子武士好きって言ってたもんね。どう、いい感じの人いた？うーん、いいねはめっちゃ来るんだけど、うんうん、足軽ばっか。うわ、足軽はきつい。ギリ足軽大将まででしょ、うん、だから白持ち大名で検索してんだけど。やっぱそこ狙いたいよね。なかなかこれって人がいないんだよね。そうなんだ。あ、戦国武将からいいね来た。そう、武士武士、この大助政って人。え、なんかワイルドっていい感じじゃない？ね、かっこいい。やばい、本拠地埼玉茨城だって。ちょっと遠いんじゃないこれ。うん、でも戦国武将で関東住んでる人少ないから貴重かも。そうなんだ。え、犬好きアピールやばくない？なんで、犬好き全然いいじゃん。いや、100匹は買いすぎでしょ。確かにやばいね。ん？50匹ずつ生まれ育った城と入れ替えて飼ってますって。これ何？どういうこと？いざとなったら犬の首輪に書状をつけてもう一方の城へ伝令として使用だって。待って、何それ、無理無理、ドン引きなんだけど。パスしていっかな。絶対いいよ、パスしよう。実戦で初めて軍用犬を使った武将、大田助政。なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。厳島の戦いとは、1555年、毛利元就と陶晴賢による安芸の国厳島で行われた合戦を言う。戦フリースタイル。オーガナイザー兼 DJ の足利義輝です。さあ今週はどんなバトルが行われるのか。チャレンジャーはこいつだ。見せてやりますよ、ジャイアントキリ。ミスター下克上、迎え撃つモンスターはこいつだ。まさか毛利にバトルを挑まれるとは。まさに飼い犬に手を噛まれる。狂犬病の注射打ってやりますよ。武闘派 MC 陶晴賢。MC 大内からモンスターの座を奪い取った新モンスター陶晴賢君、初めてのモンスター防衛戦ですがいかがですか？スキルも格も全く違うので負けるはずないです。負けたらモンスター引退しますよ。相変わらずすごい自信だ。それではチャレンジャー毛利君、先攻後攻どちらを選びますか？高校で。では行きましょう。陶晴賢と毛利元就がぶつかり合う、題して厳島の戦い。キュイーゴー。弾と知り解けた例の戦い、助けてやったの忘れたのか。後継ひじわたを知らずの川、つんけんさんビステをしたわけ。リマート後継負ける気がする。地獄の覇者を敵取り出して、裏切り者には下ってペーパー、生き残りさが出家しなきゃいけない。あの人は無視だ、無こうの戦争が参加だ。火星しかも変例もないし、もう大口についてくらむにし、独立しろ今はもう古い。死体の流れはお前らに古い。そっちの海軍は右往左往、戦士に残す伝説の奇襲。俺には誰かいない屈者を選ぶ、犯したんじゃない致命的エラー。スパイカスながら届いたミッション、毛利の勲章攻めるミッション。ターゲットは手薄な宮尾と、侮るなよ俺の情報を。厳島神社命と一緒で、あとちょっとまで残ったねしとけ。誰かで切り切る厳島ちょっとは頭使って戦しね。興奮話の夜かがり決死の身よりバックの背が始まる。帰りの国はない排水の人体の立ち挑み弾み撃ち、村上空よりこっちの手を確保しておくための逃げ道。
判定に参りましょう。キングのジャッジ、カモン。勝者チャレンジャー、モーリー物語。ノブ、ジャッジの理由を。兵力にかなりの差があったんでどうかなと思ったんですけど、毛利君見事な作戦勝ちですね。暴風を利用して近づいたのもうまいし、村上水軍を使って正解権を抑えたのも良かった。ブラボーでした。なるほど、モンスタースエ予想外の大敗となりました。ここまで徹底的に負けたら仕方ないっすね。モンスター引退します。というわけで毛利君は暫定モンスターに昇進。来週勝てば晴れて中国代表モンスターです。頑張ります。モンスター交代が続く激動の戦フリースタイル、来週はどんなバトルが行われるのか、また来週お会いしましょう。 See you next battle。はい、ということでいかがだったでしょうか、戦国マッチングアプリブシーズ。やっぱ武士も出会いの場が少ないんですかね。マッチングアプリ、今回は太田祐政さん。一応プロフィールまでは見てもらえて、犬好きを押すまでは良かったんですが、やっぱり何事もちょうどいいラインが重要なんですね。今回はそのあたりのエピソードをちょっとだけ解説してみたいと思います。マッチングアプリでひけらかしていたように、この祐政さんには三楽犬の入れ替えというエピソードがありまして、伝令剣戦術の使い手として知られていたようです。岩槻城に50匹、松山城に50匹の犬を飼って、電書鳩みたいに手紙を筒に入れて放ち連絡を取り合ってたとか。ちなみに祐政さんに対して犬と戯れ合うことが多く、家臣たちの中にはうつけ者と呼んでいる者もいたとか。そういう種類のうつけ者もいるんですね。では最後に行く、どこに行く、あいつの名前なんだっけ。やっぱ合計100匹もいるとみんながみんな言うこと聞かなかったと思うんですよね。名前を覚えるのも大変だったでしょうし、そんな状況をイメージした句でした。はい、本日はここまで。ではまた明日お会いしましょう。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。チャンネル登録も少しお頼み申したぞ。以上、加熱がくんで